入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムです。こんにちは。お願いします。6月6日の日曜日にですね、カンカン同立受験相談会を今一度、行うことになりました、はい、前回のですね、最後4月の末だったかな、はい、4月の末で今年は最後って言ってたんですが、5月にもう一回やろうかみたいな話になって、でも緊急事態宣言が伸びちゃってできなくてですね、6月6日にやることになりました、なんでもし今の、受験生、高校3年生も卒生も高1生も高2生も受験のこと、勉強のことで悩んでることがあったら、ぜひ大阪の梅田に来てほしいなというふうに思います、はい、ちなみに今井先生、カンカン同立受験相談会は僕たちが出るわけなんですけど、はい、どういうことをしてくれるんでしょうか。はい、まずはみんなの問題点のヒアリングですよね。課題点やったり、何が問題で今じゃあそれに対してどういうふうなアクションを取るべき、それはどの参考書をどういう使い方でとかもそうだし、みんなの心持ち、意識すべきこととかっていうところも含めて、話していきます。で、僕がこの6月頭にやるところでの一番の思いはですね、はい、特に現役生もそうですけど、基礎生も全部含めて夏休みに向けての助走だと思ってほしいです、やっぱね、夏休みガッて一気に勉強するタイミングで自分に合う勉強とかリズムが作れてないと、そこを作るところから始めないダメなんで、だからそういう風にはなってほしくないので、もうそれのエンジンを今かけ始めてると思って、自分が今何かしら悩んでることとかがあれば絶対全部解決するから来てほしいなという風に思います。はい、本当にね、何でも質問してくれたらいいんで、ぜひご参加お待ちしております。はい、詳細は概要欄に書いてますので、ぜひそちらから申し込んでください。よろしくお願いします。お願いします。6月英語勉強法、はい、ということで毎月の恒例となりました、はい、何月英語勉強法、本日は6月バージョンですね、はい、話していきたいです。この動画はですね、最難関次第、早計レベル、難関次第カンカン同立マーチレベル、中堅次第レベル、これがニッコマ三金レベルっていう風な感じで、各大学群のレベル別に分けて、英単語だったらこう、英熟語だったらこう、文法語法だったらこうっていう風な形で、英語の分野別にどういう風な勉強をどんな風な意識でやっていけばいいのかっていうのを解説していく動画になります。で、これはあくまで3月スタートを起点としたときに、もちろんこれ3月もやってます、4月もやってます、5月もやってますんで、それを加味して、じゃあ6月どういうふうなことをやるのかっていうところを解説していきたいと思います。でね、あらかじめ言っておくと、この6月という時期はですね、また細かく話しますけど、英文法が演習のタイミングに入ってきたりだとか、英語長文全レベル、英語長文のレベルが上がっていったりだとかするタイミングなので、5月の時はね、4月とそんなに大きく変わらないから、前月のおさらいっていうのはやりながらできたんですけど、6月は結構いろんなこと喋りたいんで、ぜひね、まだ全然見てないわっていう人は5月とか4月のやつも見て、自分の今のちゃんと進捗状況と見比べた上で、あ、6月じゃあ私はこれをやらなあかんな、僕はこれをやらなあかんなみたいな形で見てもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、じゃあ早速ね、6月英語勉強法、英単語っていうところに関して話していきたいんですけど、5月の時に言いました、最低でも5月中には2000語レベルの単語帳、別にそれは最難関次第だろうが、難関次第だろうが、中堅次第だろうが、終わらせようね、一期一会終わらせようねっていう風に言ってました。皆さん終わってますよね。はい終わってるという前提で、6月の英単語のね、勉強の流れを話しておくと、まず2点あります。まず1点目は1語200以上を覚えていきましょうと。で、ここに関しては優先順位もあるから、他の科目とのバランスを考えた上で、それこそ1週目と同じペースでやるのか、もうちょっと早いペースで進めるのか、そのあたりは結構他の科目とのね、バランスによるところがあるので、自分でしっかり数を設定してください。ただ最低でも1週目と同じ語数、例えば週300個ペースで進めれてたなんだったら週300個で最低覚えていきましょう。それだけ伝えておきます。で、2点目がですね、一期一会を忘れないように、最低でも1週間に1回復習をしてくださいということです。めちゃくちゃ大事これ。1週間に1回でいけるかな。そうですね、最低でも1週間に1週って言ったのは、もちろんこの時期って、この時期っていうのはこの6月のタイミングって、まだ例えば社会が全然進んでなかったり、文系の子だったら、理系だったら理科がまだ全然進んでなかったり、やっぱりね、ちょっとこう単語に割く時間、一期一会も一緒終わったことやし、ちょっとね、手抜いてまう子もいると思うんですよ。というか、その優先順位的にきついってなる子もおると思うんですけど、最低でも1週間に2000語、一期一会は反射の0コンマ1秒で出るぐらいの速度でしっかり回してください。でね、目安を言っておくと、僕が今まで指導してきた生徒もそうだし、僕もそうなんですけど、一期一会2000語レベルを一周するのに、イメージ平均40分ぐらい、40分ぐらいで終わります。やからしっかりね、それぐらいの速度で回せるということは、もう反射でパッパパッパ単語が出るということなので、それを目安にやっていってほしいかなと。ただまだこの6月の時点だったら、その1時間ぐらいかかっちゃう子も全然いるんじゃないかなっていうふうには思うので、しっかり抜けがないように時間を取って復習するようにしてください。はい、ちょっと僕からもいいですか。はい、今日ね、オンライン模試の公表動画を撮ったところなんですよ。はいはい、
で、そこでまあ英単語が、まあ、僕たちが想定しているよりもできていなくて、うん、まあずっとね情報発信して何月はこれぐらいのことをやらないといけないよみたいなねことをずっと言ってたけど、それに達してないってことは多分やってくれてはいると思うのよ。やってくれてはいるんだけど、多分その基準が甘い子が非常に多いんじゃないかなっていうふうに思います。とりあえずやってる、でも覚えてるかどうかはちょっと違う、やってるのと本当に覚えてるのは違うやんか。だからそこの基準がちょっと低い子が多いかなっていう風に数字的に見て取れたんで、自分が思ってるよりももっと精度高く丁寧に一期一役も一期二役目以降もやっていってほしいなっていうのが僕からの思いです。はい、あのね、こう単語帳を見て英単語を見て意味が出るのに、これ何やったっけな、あこれや、うん、これ覚えてないですよ、覚えてないです、これ覚えてない、はい、こう覚えてないですよ。その基準めちゃくちゃ大事なんで、うん、悩んで出た単語は全然定着してる単語じゃないんでね、うん、じゃあみんなアップル聞いた時にうわアップルって何やったっけってならへんや、うん、でそれと同じなんですよね。アップル見たらリンゴって出る、これが反射 0.1 秒ですぐ単語が出てくる、これがほんまの意味で受かる受験生の覚えてる基準なんで、うん、そんなん徐々にやってったらええわっていう子はね、後回し後回しにする癖ついてたら結局できなくなっちゃうんで、必ずうわその基準でやれてなかったっていう子はこの夏前の6月のタイミングでしっかり修正かけるようにしてください。はい、で英熟語に関しては一応ね一語一訳が終われば入ってもいいと僕ら他の受験トークの動画でもそうだし言ってます。それは先月も言いました。ただ英熟語に関しては先月とも言った通り他の科目のインプットに余裕があればでいいです。特に分離問わず選択科目のシャーリー、文系数学の子もいると思うけどね、そこの進捗があんまり思わしくない、そこもっと進めないとこれ一生あるのに9月末とかなってまでみたいなペースでやってる子も実際いると思うんですよ。部活とかやりながらやったらその子は熟語よりもそっちを優先してほしいから、参考書ルートとかでもね8月からでいいよとか7月からでいいよっていう風にしてるんです熟語は。だからまだ6月は他の科目のバランス考えて触れないっていう可能性大いにあります。ただ余裕があるんだったらねもう始めるに越したことはないから、全然速読英熟語とか使って進めていってくれたらいいんじゃないかなという風に思います。はい、で次文法語法ですよ。文法語法はですね5月のタイミングでもう文法は苦手単元復習しといてね、語法のところ6月1ヶ月間で絶対グッて詰め込んで終わらせてねっていう風に言いました。でその理由はですね、この6月まあ夏前ぐらいのタイミングからぼちぼちランダム演習入っていきたいなと、演習問題たくさん解く中でより実践的な問題にアプローチしていきたいなっていう風なところがあります。なので参考書ルートでも言ってる通り、どのレベル最難関であろうが難関であろうが中堅次第であろうがファイナル問題集の標準編を使って一週週間に1回ずつでいいのでしっかり進めていくようにしてください。でね、正直じゃあ勉強をする上で注意しといてほしいことなんて、ランダム問題に入る文法の演習がランダムになっていく子って、うん、もうね5万とあるんですよ言いたいこと、うん、もう今日は2つに絞ります。はい、一つは弱点シートうまいこと使いこなしてやっていうのと、二つ目は一個なんかその単元間違えてたら全部復習すんねんで、これです。ほんまにこれがやっぱランダムスタートのタイミングやったら一番言わなあかんかなっていうところです。ゴキブリ一匹おったらもういっぱいおるみたいなね。そうですよね。そうですそうです、うん、はい、でね、まず一つ目の弱点シートうまいこと使ってねっていうのは、ファイナル問題集の標準編を手にしたら分かる通り、一番最後の巻末付録に各回の各問題がどの単元からの出題なんかっていうのが分かるように、自分が解いた問題でどこが自分の弱点なんかが分かるシートがあるんです。それ絶対ちゃんと使ってください。うん、なんとなくね問題演習して、なんとなくその問題の解説を読んで、ああこういうもんあったな、時制ってこんなやったの、助動詞ってこんなあったなみたいな感じで終わらせてしまうと何の意味もないです、ランダム演習してる。うん、ただただ演習してできるようになっていくんだったら全員文法得意になるからね。うん、やり方が大事よの中でファイナル問題集のあの弱点発見シートはもうめちゃくちゃいい、うん、めちゃくちゃ使えるやつなんで、独学で勉強していく上でね。だからそれをしっかり活用するようにしてください。で2点目ですよ、1問間違えてたら、1つの単元で1個でも間違えてたら全部復習する癖つけてね。うん、これこの時期、このランダムスタートのタイミングやからこそもそうなんですけど、これは別に過去問に行ってからでもそうなんですけどね、時制で例えば現在完了の問題を間違えた、だから現在完了の理解をし直すっていう風に、なんていうかな、より具体的にこう復習をガーッとやってしまうと、じゃあ次過去完了の問題でできて、また間違えてまうやん。じゃあ特殊条件あるんです、福祉施設の中で未来のことも現在形の問題ができるとまた間違えるやん。でこういう現象がねよく起きるんですよ。でそれはみんなの中で気持ちはわからんでもない、だってその問題って現在完了が問われているから、その問題を間違えているということは現在完了が分かっていないということじゃないかっていうふうに思うかもしれへんけど、じゃあその問題ね、4つの選択肢、まあ4択問題として4つの選択肢を見たときに、現在完了自分が答えやと思ったけど答えは過去完了だった、うんうんうん、で、あこういう時は過去完了使うんや、あそこでちゃんと頭に入れとかな、
これだけでほんまに足りてます？復習。現在完了の知識が分かってなかったり、他の選択肢がなんで×かほんまに答えれた？っていう、ちょっとその抽象的に考えてみてもそうやし、その時世の単元全体の理解を考えてもそうなんやけど、結局ね、矢沢先生が言った通り、一匹おったら100匹おるんですよ。だから復習がめちゃくちゃ大事になります。だから僕最初に1週間に1回のペースで進めてねって言ったけど、もしかしたら点数とか自分のインプット状況によっては復習せなあかん、暗記せなあかんことが多すぎて、1週間に1回のペースでこうガーッと進めれない可能性は全然あるから、特にねファイナル問題集って全部で3グループに分けてるんですよ、文法語法の単元を、でグループ1グループ2グループ3で第1回2回3回で第4回5回6回みたいな感じで分かれてるんやけど、その特にグループ2とかは、今のタイミングで1週間に1回ガッてスムーズに回せる子は少ないんちゃうかなと思いますね。6月やったね、はい、だから1週間に1回はあくまで目安、復習の質だとか自分の理解暗記っていうところのボリュームを考えた時に1週間に1回というペースがきつい可能性もあるから、それはなんていう数回しできるようになるわけじゃないから、6月という時期のを加味した時に2週間に1回になっても大きな問題にはならないです、ならないです。だからそこはしっかりこうやり方重視で復習重視で進めていくようにしましょう。はいはい、今のままの勉強で受かる自信がない君のために、6月6日に矢沢と今井がカンカン同立受験相談会を梅田で実施します。申し込みは概要欄の URL をクリック。はい、じゃあ続いて英文解釈に行きましょう。英文解釈はですね、5月からそんなに変わらないです。最難関次第と難関次第の子たちが英語リーディングブラッシュアップの、まあ、スタンダード編じゃない方ですね、無印の方です。これを週10台でやっていて、で中堅次第の子たちが4月の後半ぐらいから英語リーディングブラッシュアップのスタンダード編を進めていってもらってるので、それがまだ現在進行形で続くっていう風な形です。で解釈はもう何回も口酸っぱく言うんですけどね、ちゃんとなんでそうなるのかっていうのを言語化しながら進めていってください。で今回オンライン模試をやって改めて英文解釈のこう甘さというか、みんなのね受験トークでもどんだけ言うねんっていうぐらい英文解釈大事やでって、この何月英語勉強法でもめっちゃ言ってるけど、やっぱりまだ伝わりきってないところがあるなっていうふうに思うので、やっぱりねこう英文解釈なんで大事なんかみたいなのはまた YouTube 視聴者さん向けのオンライン模試の好評動画も出させてもらうので、そちらを見てもらって、あ英文解釈大事なんだなっていうのも分かってほしいし、僕が言ってるこうなんでそうなるかを言語化したりだとか、肘井先生のやつにブラッシュアップで難しいところがあればしっかり肘井先生のやつに戻って基礎を理解して、その知識をどう運用してブラッシュアップリーディングの分に立ち向かっていけばいいのか、これを何回もその往復を繰り返すことによって初めて知識が頭に定着して、それが運用できる状態になるから、まあ、特にね使う教材とか意識とかって変わらないけど、何回も同じことを言ってるんだけど、それぐらい何回も同じことを意識してやることがどんだけ初心貫徹で進めれるかっていうのが大事なんでね。はい、僕いいですか、はい、オンライン模試の点数見てマジで分かったんですけど、多分多くの子が、まあ、うちのチャンネルを登録して、まあ、あの勉強を言う通りにやってくれてるんだったとしたら、ひじ先生の読解のための英文法って触ってる、やってくれてると思うんですね、でもう終わってるようなタイミングだと思うんです。でも そこから学べること全然学んでへんやんっていう点数だったんですよ、その英文解釈を問うようなところって、まあ、点数っていうか、そのいろんな問題で、あこれ英文解釈分かってないから間違ったんやろなみたいなのがもう本当に散見されたっていう意味なんですけど、だからそこもさっき英単語のところでも言ったけど、自分がこれでいいっていう、やった勉強したっていう基準が受かる受験生のそれではないことが非常に多いので、本当に注意してください。もっとなんか高めないといけないというか、その参考書に書かれてる問題の SVOC とか構造が分かる以上じゃなくて、それが分かった上で頭の中でインデックス化されていて、違う文章になったとしても同じことができるようになって初めて使いこなせるようになるんで、まあ、それを訓練するためにねリーディングブラッシュアップも使うんですけど、でもその前に肘井先生のやつちゃんと完璧にしといてほしいっていうのはやっぱあります。はい、肘井先生のね教材の知識がちゃんと定着していて、それを意識的に使っていけばいくほど、もうどんどん肘井先生の運用力、知識の運用力上がっていくじゃないですか。であれしっかり運用できたら、正直難関次第レベルの英語長文だったら時間制限なしで単語覚えてたら正直訳せますよ。そうやねんな、ちゃんと運用できたらほとんどほとんどそれの組み合わせでしかないから、組み合わせ、そうやねんな思います。はい、はい、だから英文解釈は特に参考書が変わるわけでもペースが変わるわけでもないです、この6月ね。ただもうそのオンライン模試やって、やっぱここ言及
しておいた方がいいと思ったので、みんなもう一回頭の中で自分のやり方が正しいのかっていうのをちゃんと振り返ってください。はい、はい、じゃあラスト英語長文に行きたいと思います。英語長文はですね、最難関次第の子は先月から特訓リーディングの標準編に途中から入ってるんですけど、うん、それが継続して続きます、うん、でこの教材をやる注意点でちゃんと意識しておいてほしいのは、何のために文構造把握の解説がほぼ全てに行われていて、文章の読み方の解説が書かれているのかをちゃんと最難関次第の子は特に意識しておいてほしい。つまりはその問題のその英語長文のその英文の訳し方、文章の読み方を知ってほしいというよりかは、それを抽象化して特訓リーディングをね、書いてくださっている戸沢先生と同じような視点で文章を訳せますか、読めますか、問題解けますか。やっぱね、ここの抽象化能力が最難関試練に置かれるためには絶対的に必要なんで、あーこの文ってこう読んだらよかったんやだけで絶対理解したとか、もう完成って思わないでください。それを抽象化して言語化できて初めて完成だと思いながら読んでください。はい、で難関次第の子はですね、先月までは入門英語長文問題成功をやってました、はいはいはい、でもそれが5月で終わりなんで、6月からはひじ先生の英語長文が面白いほど分かる本をやっていってもらいます。でこの教材やる目的に関しては、しっかりね文章の読み方とかっていうのをインプットしていきながら英語長文の問題演習を積んでいこう、これがやっぱり一番の目的です、うんうん、それはその文章の読み方っていうのは背景知識的によく出てくる、こういう話はこういう流れだよねっていう話もそうやし、文章を読むときの目の付けどころ、もちろん設問解説は丁寧にされているので、しっかりここを読み込むように進めていきましょう。で予告しておくと、難関次第の子たちはね、このひじい先生の英語長文が面白いと分かる本が終わったら特訓リーディングに入っていきます、うん、で特訓リーディングに入ったタイミングでその文章の読み方だったりだとか、実際にこの英語長文だったらこういうところに目をつけてこういう展開だよねっていうのをより深く学んでいくので、それの足がかりになる部分なので、しっかりね解説をこれも読んで、ああそういうことかで終わらせるんじゃなくて、できる限り、あじゃあ次自分が初見の問題解くとき、あこういうのが出てきたらこういうことを意識しよう、これをね、まあ抽象化して言語化してどっかにメモしてもいいと思うし、そういう風な形で文章の読み方の足がかりになるものなので、しっかりそれを意識した上で進めていってください。いいですか。はい、ここからの読解力をつけるタームなんですけど、うん、これね本当に失敗しやすいんですよ。特に独学の子は気をつけておいてほしいんですけど、さっき言ったひじ先生の読解のための英文法をとりあえずやりました。で SVOC それなりに触れるようになったけど、なんか再現性全然ないですみたいな勉強を続けてたりとか、単語一語一訳って言われてます、一語一訳それなりにやった、でも例えば2000語全部問われたら1800ぐらいしか覚えてません、200個覚えてませんみたいな、9割ぐらいしかできてませんみたいな、そんなぐらいの基準でやってて、その次にひじ先生の英語長文が面白いほど分かる本でノウハウを学んで、うん、で特訓リーディングの方で演習していくっていうこの流れね、本当に基礎の部分が曖昧とかさ、全部中途半端にやってたらここの接続マジでうまくいかないですよ、うんうん、なんとなく言ってることは分かる、なんとなく言ってることは分かるからできそうだけど、英語長文だったら全くできひん、これめちゃくちゃあるあるなんですよ、これは夏秋ぐらい、うん、だから今やるべきこと、まあ、未来そうなるから今やるべきことはやっぱり基礎の定着を基準高くやるってことですよ。それをやってないと本当に今はそれなりに対処できます。今やってるようなレベルの問題だったらそれなりにできるんですよ、うん、でも本当に過去問引っ張ってやっていきましょうかってなるとき、全くできひんやっていう状況になる、これあるあるなんで、絶対そうなることがあるあるなんだけど、それをできる限り避けるために今はやっぱり基礎をしっかりと定着させる、しっかりと頭の中を整理して出すべき時にその基礎を出せる状態にするっていうのを大事にしてほしいです。はい、特に最難関難関の子たちはね、もう精読のフェーズがほぼまあやったでしょうと、ひじい先生のやつやって入門英語長文問題成功やり、まあいわゆる精読のステージからこう文章の読み方とかどんどん解き方のステージに上がっていくんですけど、このステージが上がっていくということは1個前のステージができているからこそ上がれるんでね、うんうん、だから油断せずにしっかり、まあ精読終わったしもう適当に文章読んで解説読んで読み方学んどいたらええわじゃなくて、ちゃんと一部一部の文構造わからんところはないようにするとか、こっからは復習の質めちゃくちゃ大事なんで、それ意識してやってください。でラストは中堅次第の子はですね、いよいよ英語長文の演習に入っていきます。それはハイパートレーニングのレベル1にこの6月のタイミングから入るんですけど、あのね僕今長文の演習に入っていくって言いました。ただその特に中堅次第の子を注意しておいてほしいのは、そもそも英語長文のステージが3つあって、みんなはまだそれの1ステージ目なんだよ。だからとりあえず演習しまくったら成績上がるなんていうレベルじゃまだまだないんだよ、これちゃんと分かっておいてほしい。さっき言った通り英語長文のフェーズっていうのはしっかり一文一文が
アクセル、こう精読のフェーズ、第1ステージ、第2ステージは文章の読み方、論理構造が分かる。で、第3ステージは説問の解き方が問題形式別とか大学別にしっかり洗練させていく。こういう風にステージを駆け上がっていくんですよ。で、今までブラッシュアップとか肘井先生のやつを使って一文一文をたくさん訳したりとか、ちょっと長い一文もしくは二文レベルを訳していく練習をたくさんしてきました。じゃあそれが長文になったらみんなしっかり意識しながら精読できますか？これをやってほしいのがハイパートレーニングレベル1なんですよね。うん、だから決して問題とりあえずこう訳してなんとなくやって、なんとなく説問解いて、なんとなく説問の解説見て、とりあえず訳していく、訳し直すわけでもなく、なんか文構造の解説だらだら読んで、ああこれってこんな構造なんやみたいな感じでやってしまったらほんま何の意味もないんで、ハイパートレーニングに。だからちゃんと問題演習をしたら必ずね、自分が予習する時も文構造を意識しながら訳していってほしいし、まあ自分が問題解き終わって解説見て復習する時も一文の文構造を明確にして訳し直してからもう一回その解説見て間違えてるところを見比べたりとかで、次の文行って訳して文構造見て解説見て、ああこういうことかっていうふうに理解したり、そのまだまだ精読のフェーズなんで一文一文をしっかり訳して英語長文の内容を理解していく、把握していく、ここが目的になるので注意してください。はい、はい、いいですか、はい、余談なんですけど、はい、もうめっちゃ大事な余談なんでちょっと聞いてほしいんですけど、はいはい、今年の春にちょうど京都の四条烏丸校で僕が受験相談会をやった時に、既卒生、まあ、浪人生の子が来てくれて、まあ、1年目は学校のことを一生懸命やって、で入試直前にいや全然これじゃ無理やんってなって、でなんかいろいろ YouTube 見てたら前澤先生と今井先生出てきて、この人ら言ってること絶対正しいやんってなって、でその通りにやったら最後点数伸びたけど間に合わへんかったみたいな子の受験相談を僕がしたんですね。その時にハイパートレーニングのやり方の話をしてて、革命だったっていう話があって、今この受験次第レベルの子でも英単語覚えてるよね、英文解釈それなりにやったよね、ハイパートレーニング1やりますって英語長文めっちゃ簡単に感じるんですよ。レベル的に読めるやんこんぐらいやったらっていうふうに思えるんですよね。ただ僕たちとしてはその内容が読めるから、そのレベル的にハイパートレーニングレベル1をこのタイミングで使ってほしいっていうわけではなくて、そうでしょじゃなくて、この題材を使って今までやってきた英文解釈の知識とか単語の知識を紡ぎ合わせて一文一文が丁寧に訳せるよねのところをやっていきたいんですよね。その目的が間違ってとりあえず単語も文法もやったら、それなりに問題も解けていけるやん、こんなん楽勝やんって言って復習をおろそかにしたら後で痛い目合います。意味ないですそれは。だから絶対に英語長文問題解いて解説読むは OK やねんけど、絶対に一文一文めんどくさいかもしれへんけど SVOC 振って訳と照らし合わせて、あ確かにこの訳になるよな、確かにこの訳になるよなっていうのを繰り返してください。時間かかります、時間かかるけどそれが一番いいトレーニングになるから。OK、それができるようになって初めてもうちょっと難しい文章、もうちょっと難しい文章ってなっていっても対応できるようになっていきます。うん、これができるからといってはなんだやからすぐにバッとやって次のレベルに合ったものって言ったら、その単語のレベルに合わせていったら全然他の力がないのに先の参考書に行っちゃうんで、それを本当に注意してちょっと落ち着いてハイパーのレベル1でいいから全部に SVOC 振って、分からん文章がない、なぜこの役になるのか分からないっていう文章がない状態にしてみてください。信じてお願い、トラストミー。はい、今日結構ね、英語長文は僕も矢沢先生からも話もなんかその参考書の使い方というよりかは、なんでこの教材を使うのか、この教材を使う目的は何なのかっていう目的についてよりみんなに詳しめに伝えさせてもらいました。でやっぱね、なんでその目的意識を今やっぱ再認識してもらってるかって言ったら、大体その特に最難関難関のレベルの子たちってわりかし1冊なり2冊なり演習教材としてやってきてるタイミングじゃないですか、6月って。そうなるとね、作業化するんですよ演習が。ほんま意味ない、まだ作業化していいレベルじゃないその機械的にやって分析して苦手なところ見直して意識すること決めて次の文章見直しして分析してみたいに、そういう機械的にやっていいタイミングなんてほんま最後の方、受験後半期だけなんですよ。この受験初期中期においてその目的意識をなく、目的を何のこっちゃようわからん状態でとりあえず演習積みまくってる子ほど、センター、旧センター試験の過去もやったらまあ7割ぐらいパパパっていったでって、もそっから全然伸びなくなります。
もう全然伸びなくなります。経験者は語ります。僕がそうやったんで信じてください。これはほんまに。だから一冊一冊をやる上でも、なんでその教材をやって、この教材の目的はこうだから、より解説を読むときにこういうことを意識しないといけないね、こういうことをメモらないといけないよね、自分はこういう復習方法をやらないといけないよね、そうやって目的意識から全部決まっていきますから、やるべきことがね。だからそれをしっかり意識して戦ってほしいなというふうに思います。はい、はい、まあ、だーっと分野別に話していきましたけど、特に現役生はね、もうコロナの影響でちょっと左右するところあると思いますけど、夏休みがもうそのうちすぐ言うてる間に始まりますよと。それの1ヶ月前でどんどんこの6月エンジン上げて、エンジンかけていって夏に爆発させるように持っていかないとダメな、めちゃくちゃ大事な時期です6月、うん、ちょっと暑くもなってね、気持ち的にも暑い、嫌やなって思うこともあるかもしれへんけど、めちゃくちゃ大事な時期なんで、しっかりギア上げて、今日言った英語の勉強のことをめちゃくちゃ意識して進めていってほしいなというふうに思います。はい、はい、あとですね、今言ってることが、例えば何月勉強法って進んでいく中で自分が遅れを取ってるなとか、うん、本当に、まあ、言われたタイミングでやってるんだけど本当にそれが身になってるかわからないなみたいな子って僕絶対いると思うんですよね。でそういう子に関しては絶対にオンラインの無料受験相談やってますんで、いつでもオンラインだったら受け付けれますんで、そっちの方を受けてほしいと思います。それで救えることめちゃくちゃあるから、うんうん、であと6月6日にですね、カンカン同立受験相談会を僕たち2人で梅田でオフラインで実施することになっております。なので関西に住んでる子はですね、ぜひもし今悩んでることとかがあるんだったら、高校 1,2,3 年生既卒生誰でも受け入れてますんで、相談しに来てくれたらなというふうに思います。オンラインの無料受験相談に関しては花水のホームページから申し込んでください。その6月6日の特別な我々受験トークメンバー、僕と今井先生に直接受験相談申し込みたいという方は、動画の概要欄にですね、そういうURL貼ってるんで、そちらから申し込んでもらえればと思います。はい、みんなに会えるの楽しみにしてます。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルの無料特典であなたに合った英単語帳診断というものを受けていただけます。いくつかの簡単な質問に答えるだけで、君の志望校や特性に合った英単語帳を紹介します。概要欄に URL を貼っておくので、ぜひ受けてみてください。では次回の動画もお楽しみに。